お辻かな子12月16日隊は、日本の政治家、社会福祉士、介護福祉士、立憲民主党所属の衆議院議員、立憲民主党大阪府連合代表代行、大阪府議会議員、参議院議員などを歴任した。奈良県に生まれ、大阪府阪南市で育ち、1993年に、兵庫県立、夢の大高等学校を卒業。高校時代には、 空手道全国選抜大会とアジアジュニア、空手道大会で優勝している。高知大学農学部森林科学科を中退後、韓国、ソウル大学考古学研究所への語学留学を経て、同志社大学小学部に入学。大学では、テコンドー同好会に所属し、シドニーオリンピックの予選へ出場したこともある。在学中の2000年から、 特定非営利活動法人 .jp の議員、インターンシッププログラムに参加し、茨城市議会議員の桂つ子の下で活動した。2003年、第15回統一地方選挙の前半に行われた4月13日の大阪府議会議員選挙に、堺市堺区選挙区から出馬し、当時の府議会で最年少だった28歳で、初当選した。当選同期に、松井一郎。 井上哲也、今井豊、東徹、浦野康人、森山博之などがいる。2005年に同性愛者であることを著書を通じて発表。2005年10月、大阪府の社宅で住宅供給公社が運営管理する住宅について、高齢者だけではなく同性カップルなど、法律上の血縁親族以外の単身者同士でも共有住宅として入居できることを確認した。 2006年6月、米国務省のインターナショナルビジターリーダーシップ、プログラムに選ばれ、渡米して、ワシントン DC、サンフランシスコなど各地を訪問し、見聞を広めた。2007年4月の大阪府議選には、同年7月の第21回参議院議員、通常選挙に出馬するため立候補を届け出ず、同月29日付で任期を満了した。同選挙には、 民主党の公認候補として、比例区から立候補したものの、落選した。2008年、絵本、淡々単語は、パパ二人を、前田和夫と、協約し出版。ヘルパーに起用取得し、介護施設で勤務した。2012年12月16日の、第46回衆議院議員総選挙に、大阪国から民主党公認候補として、立候補したが落選。 2013年5月に民主党参議院議員の室井国彦が辞職したため公職選挙法の規定により参議院議員に繰り上げ当選した。同年7月の参議院選挙には出馬せず人気満了。2014年一般社団法人 LGBT 政策情報センターを設立し代表理事に就任。なお LGBT であることを公表した国会議員は尾辻が 初めてとされる。2016年に結成された民進党では大阪肉総支部長に就任。2017年9月28日、第48回衆議院議員総選挙をめぐり、民進党が希望の党へ合流する方針を決めたが、30日には希望の党が日本維新の会との選挙区の住み分けに合意し、大阪府内で候補者を擁立しないと発表。 9月30日、お辻は、無所属でも出馬することを表明した。10月2日、大阪2区から、立憲民主党公認で出馬することを表明。10月22日の投開票の結果、お辻は選挙区では、自民党の佐藤明に敗れ、時点の日本維新の会の新北もつより2万票近く、下ったものの、比例復活で当選を果たした。当選後は、 と大阪府連幹事長を務めたが、2018年11月退任。2020年9月には、立憲民主党の決闘に参加した。2017年の朝日新聞によるアンケートにおいて、以下のように回答している。ありがとうございます。